おはようございます。おはようございます。今日は12月13日火曜日ですね。今日は朝から雨で、新聞配り始めた時はちょっとなんかみぞれっぽかったんですけど、パラパラとして、でもなんとかこう濡れるまでいかなくて、車だってこともあるんですけど、配り終えてからしっかり降り始めたんで、ああよかったと思って来ました。まあ、多少ジャンパーとか帽子破り濡れたんですけど。こう動画配信を意識するようになりまして、気がつくと何話そうかなとか、どんなこと言ったらいいかしらとか考えてたり思いついたりもするんですけど、時間の経過とともに忘れてしまうし、いざ始まってみるともうそんなの たくさん思いついたりするので、もう10分しかないから、無理ですね。 まあ、言葉にできることっていうのは限られているので、実質のところは、まあ、顔を見てもらって、顔色がいいとか、今日は髪の毛跳ねてないなとかいうことぐらいかな。頑張っとるなと思ってる人もいるかもしれない。登録5名になったんですけど、地元の人中心に。おそらく最後までしっかり見てる人はいないと思います。まあ、自分もそうなんですけど、まあっていうのが多いな、この頃。本当にあのも多いな。ええも多いな。ちょっとやっぱり、意識すると言えなくなっちゃいますね。で、普通ではないんですよね。もう僕もそうですけど、僕に関心あるような人は大抵普通じゃありません。あなた。アブノーマルです。ノーマルで、危ない丸ですね。危ないのはいいんですよ、本当はね。危ない橋を渡らないと、なんて言ったっけ、虎穴に入らずんば、古樹を得ずって言うでしょ。今年、もうちょっとで寅年終わりますけど、みんないいとこで諦めるから、お宝いただけないっていうのはね、天理教の大家様も中山美樹さんも言ってます。山の頂上にまで行こうと思うけど、なったかな、ちょっと強い風が吹いた、雨が吹いたりすると、もうすぐそこにあるのに、そこで引き返しちゃうから、せっかく待ってるお宝がもらえないっていう話がありますけど、あと今年もちょうど半分ぐらいですね、20日ぐらいですけど、この20日の間に虎の子を確保できますかね。ゲット。宝くじも買わなきゃ当たらないって言いますけど、
買っても当たらないですね、あれね。でも今年僕はね、やっぱり新聞配達始めたの正解でしたね。毎月ね、お宝ゲットできてるので、だんだん増えてるし、今日から仕分けもし始めたんですよ。やっぱりね、慣れないことすると、もう、壊れかけたロボットみたいになって、あたふたしちゃうんですけど、どうしたってうまくいかないんで。でも、まあ、そんな大変な仕事ではないので、で、僕は、だいたい、まあ、早く寝るので、早く寝るので、まあ、1時ぐらいに出てくるのもそんなに苦ではないです。そこからね、帰ってきて、だいたい3時半ぐらいに帰ってくるんですけど、からは7時ぐらいまでね、二度寝がまあ、楽しみです。なかなか、昨日はなんか、僕は寝つきはいいんですよ。もうなんか、あっという間寝ちゃうんです。ああ、ご飯食べてね。子供みたいでしょ。本当に子供ですよね。ご飯の途中でも眠くなっちゃうんだけど。歳は取ってきました。はい。これ見えるかな？髪の毛黒いから染めてるんじゃないの？って言って言う人もいますし、62歳なんですけど、そんな歳に見えないって大体の人から言われて、悪い気はしないですよ。若いって思われてて、イケおじとも言われます。若い子からね、そうやって言われると嬉しいけど、実際のところ、疲れます。本当疲れるんです。同じ作業を1時間2時間やってるともうなんかもう無理ですね。も多いですね。まあ、ちょっと前に庭木のね、剪定やってもらって一緒についてた楽しかったんで、バイト料もらってもいいぐらいに、一生懸命ね、切った枝葉をせっ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 と片付けたりして働いて、あれ9時ぐらいから3時ぐらいまでだったかな、一生懸命やったんですけど、まあ、その時はいいんですよ、楽しいから。で、翌日も良かったな、気分ハイで。2日目になったらもうなんかおかしいと思って 昨日休みだったからちょっと良かったんですけど、昨日おとついか、2日休みもらったんで良かったですけど、年には争えない、本当に 思いますね。昨日と同じような話になっちゃう。まあ、枯れてくっていうのはいいんじゃないですか。普通花は咲いた方が綺麗ですけど、枯れた菊とかね、枯葉とか、枝の先に2、3枚ちらほら残ってるやつがね、風にビビンに揺れたりしてると、もうなんかけなげで、もうそれとね、冬の枯れ草っていうのかな、すごい明るいんですよ、枯れのっていうのは。芭蕉の自生の句は、旅に病んで、夢は
彼の駆け巡るっていうんですよね。旅に病んで、夢は彼の駆け巡るっていうのが芭蕉の自世録です。これもう本当にその芭蕉の人生すべてをね、15文字の中に表して、17文字か、にぴったり収まってて、すごいなぁと思いますね。そういう風になりたい。旅はあんまりできてないんですけど、まあ、人生が旅だと思えば、旅人ですよね。で、枯れていくのがね、いいし、で、朝、やっぱり二度わらしで、だんだんニーチがね、もうおぼつかぬ、もう10分過ぎてる。もう、あんまり長くなると、余計なこと言って、警察に目つけられたりしても嫌だから、やめます。1、2、3、ダーです。